ポチッとな。皆さんこんにちは、マイクです。今回は日産リーフの後部座席でチキンラーメンを作って食べるという動画です。まずコンロにカセットをセットして、で風防を立てます。卵も家から持ってきました。水はですね、袋麺一つにだいたい400ミリリットルぐらいですかね。まあ、お好みで、あまり汁のことを考えますと、あまりですね、水を入れすぎない方がいいかと思います。火にかけて沸騰するまで待ちます。沸騰しましたら麺を入れます。丸くなってるんですよね。そして中央がへこんでます。生卵を入れるためですね。それでは生卵を入れていきます。大体そうですね、3分ぐらい煮ますかね。そうするといい感じでですね、卵の方も出来上がってきます。見えますかね、卵がちょっと寄っちゃいましたけど、まあいい感じで出来上がってます。で、ほぐしながらですね、食べてみようと思います。ちょうどですね、このリーフはですね、後部座席を倒しますと、ほぼまあ水平、まあ、完全な水平ではないですけども、ほぼ水平になりますので、テーブルとかを寝かしたときに、まあ、
テーブルとして、ね、機能するようなそのぐらいの角度で倒れてくれますね。ではいただきます。なかなか美味しいです。このシンプルさがたまらないですね。またカップラーメンをね食べているときとはちょっと違うんですね。やっぱり即席麺の袋麺の麺を食べているという感じですね。ちょっと水を入れすぎてしまいましたかね。なるべく排液つくですね、排水出ないようにですね、全部飲み干したいと思います。食べ終わりの方はですね、そのぐらいになるとですね、フライパンとかも素手で持てるぐらいになってますので、ラーメンをいただいた後は食後のコーヒーです。いつもはですね、ブラックコーヒーとかにしてるんですけども、今回はちょっと甘いですね、ちょっと甘いコーヒーになります。美味しいですね。この手のですね、カフェオレを飲むのは久しぶりですね。昔はよく飲んでたんですけども、最近はめっきりこういうタイプのね、コーヒーは飲まなくなりまして、今回は一人でですね、後部座席でいただいたんですけども、二人いるときはですね、助手席に座っていただいて、で後ろの人が調理して、で前後のこの位置とですね、助手席に座った状態でですね、二人で食べるときもあります。
欲を言うとですね、あの運転席助手席がくるっと180度回転するしてくれるような感じになってますね。あのいろいろと使い道が多いだと思うんですけどね、便利だと思うんですけどね、メーカーさんの方なんとかなりませんかね。別に RV 車じゃなくてもあの車中泊とか車中飯は全然できるもんですから、こういったの電気自動車であのガソリンとかでエアコンをかけるってことはないの で蒸し暑い夜とかあの寝苦しい夜とかですね、寒い時とかはどんどんあのいろいろですね、あの空調を効かしてですね、あのアイドリングじゃないもんですから積極的にエアコンを使ったりします。電池もねそんなに減るわけじゃないので全然大丈夫ですね。で食後のコーヒーいただいた後にはちょっと喉が渇くかもしれないですけど、やはりこの時期だとアイスクリームですね。でソフトクリームを買ってきました。口がさっぱりしますからね、冷たいもの食べると。こうやってあの景色を見ながらですね、食べたりするっていうのはいいですね。完全なプライベートな空間ですね。あ、そんなこんなでですね、これで食べ終わりまして、動画の終わりにしたいと思います。今回はですね、この辺りで失礼いたします。で、ご視聴ありがとうございました。でですね、チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。またどんどんあの面白い動画上げていきますので、またよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。バイクでした。